この人ダラーブランドっていう人で、別名あ本名はアブドゥーラ・イブラヒムって言うんだけど、南アフリカのジャズピアニストなんですけど、日本で最初に紹介した植草仁一さんという人が紹介するのにかなり手間取って、ドル商標っていう、ダラーブランドだからね、ダラーブランドドル商標っていうあだ名をつけて紹介したんだけど、南アフリカデューク・エリントンに認められて、アメリカに渡ってデビューしたんだけど、これデビューアルバム This is the Dara Brand ね。で、南アフリカの人、なぜダラーブランドっていう芸名がついてるかっていうと、お母さんがピアニストで、映画館のラグタイムピアニストって、昔はトーキーって言って無声映画だったから、音のない映画で、その代わりに字幕とピアノがついて、で映画館でピアノを弾いてたお母さんがいた。でお母さんに1ドル札をもらって、ケープタウンの港に到着する外国船に行って、アメリカの兵隊さんからジャズのレコードを買うのがとても楽しみだったことで、ダラーブランドって1ドル札を持ってね、そうそう、これデビュー作で、僕が最初に聞いたのはこのアフリカンピアノっていう図なんだけど、ピアノの独奏、これはかなり左手の動きがすごいんだな。ピアノする人なら多分この人の左手、もしかしたら左利きなのかなと思うぐらい左手がすごくよく動くピアノで、これはミュージックマガジンのミュージックガイドブックに紹介されてたんで買ったんだけど、すごく良かったんでそれから集めるようになりました。これは最初に聴くんだったら多分いいアルバムだと思います。最初に選ぶアルバムだったら CD でもあると思うんで。でこれリフレクション、これはこれもピアノ独奏かな。まあフルートも吹いてんだけど、これも初期の作品、まあ初期の作品が多いんだけど、これはウォーターフロムアンシエントウェルっていう、これは80年代かな90年代かな、86年の作品で、ウォーターフロムアンシエントウェルっていう、古代の井戸からの水っていうアルバムなんだけど、これには有名なこの表題曲の代わり、他にもマネンバーグっていう有名な曲があって、マネンバーグっていう曲は実は南アフリカでネルソン・マンデラ氏が投獄されてた時に獄中でも口ずさんだメロディーなんで、その作曲者なの、このダラブランド。これはアフリカンブリーズで、僕は今回このダラブランド、アブドゥーラ・イブラヒム本名なんだけど、このジンバブエってまあ隣の国なんだけど、当時ジンバブエでクーデターが起こってた頃で、フリーダムファイターっていうのが、フリーダムファイターっていうクーデター部隊が頑張ってた頃で、そのジンバブエって曲もあるんだけど、クラマトっていう、まあこの人ムスリムだから、アラビア言葉でクラマトって言うんだけど、南アフリカでは本当はクラマトっていうかどうかは分からない。クラマトで検索してみたらインドネシアのお祭りのことしか出てこないから、これはケープタウンのこのメロディーはケープタウンのお祭りで歌われて、
村で起こったことを語られるっていうメロディーがやってるんだけど、このクラマタを今度カバーしようと思ってます。でこれケープタウンフリンジって言って、まあ別名マネンバーグなんだけど、マネンバーグがもう両面に入ってんだな、あ、片面いっぱいに入ってんだな。でケープタウンフリンジ、マネンバーグね、このアルバムがネルソン・マンデラ氏が口ずさんだ曲のメロディーの有名な表題曲で、これはソエトって言って南アフリカの、アメリカでも活躍したんだけど、南アフリカでも生徒を従えてやってるのがたくさんあって、そうだな、マリンバミュージックオブスクールっていう学校の校長先生なんだな、ダラブランド。でこれはアフリカ、ティアーズ&ラフター。まあ僕はこのくらいかな。あともうちょっと探せばレコードクローゼットにあるかもしれないけど、今はちょっと探せなかったんだな。もう これだけしか見つからなかったんだけど、この人多作家で100枚近くはあるんじゃないかなと思います。どのアルバムも素晴らしいんで一度聴いてみてください。Water from Ancient Well っていう曲もいいし、マネンバーグっていう曲もいいです。